暇があったらしょっちゅう防波堤に遊びに行くようになりました。日本から来た留学生の高優と申します。今塩田の大学院2年ですね。うまくいけば今年9月卒業できる思います。みなさんこんにちは。こんにちは。小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻の随紀と申します。皆さんこんにちは。小樽商科大学大学院生2年生のリーホンと申します。皆様こんにちは。こんにちは。小樽商大大学院1年生長長と申します。よろしくお願いします。周丹丹と申します。なんか中国の山東省から来ました。今日2008年の10月に日本に来ました。小樽商科大学の学校生学校の3年生李長哲です。私の名前はシュシュですね。です、はい。今は小樽商大の交換留学生、1年間だけだから今日本語本当にまだまだです。はい、すぐに古本理事長の温度で乾杯をしたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今紹介を受けました北海道日中友好協会理事長の古本でございます。今日はそこに父さんが見えていますけども、北海道華僑華人連合会が小樽の観光関係の人と朝里川温泉で大パーティーをやっております。それに引き続いて私もこちらに参加しまして、会長のお父さんも見えております。そんなようなことで大変小樽はこれから中国が注目されております。ぜひ観光をはじめさまざまな分野で、日中交流を進めていきたいものだと思っておりますので、そういうことを意識して乾杯したいと思います。乾杯。ありがとうございました。どうもありがとうございます。しばらくの歓談をまずしていただきまして、後ほど一応チャイニーズテイストのフライといいました。夏目のジュースとかそういうのでちょっと試してみてください。皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございます。